堀口武氏氏7月13日隊は、大阪府の政治家、仙南市議会議員、仙南市議会議長4回、全国市議会議長会評議員、大阪府市議会議長会副会長などを歴任、大阪府仙南市出身、桃山学院大学卒業後、家業の防疾業を営む、桃山学院高等学校、桃山学院大学経済学部卒業、 卒業後、家業である、宝石業を営む。父、堀口文介は、第二大仙南市議会議長に死去。次男、堀口和弘は、平成26年6月25日に、沢田貞義、小林雄志の二人の大阪府議と共に、大阪維新の会を離党した前大阪府議会議員で2019年現在は、仙南市議会議員。市立砂川幼稚園に育友会会長。 仙南市立東小学校 PTA 会長などを経て、1984年10月40歳で仙南市議会議員に無所属で出馬2位で当選。以降、8期連続当選。常に市長候補とされるが、一度も出馬はしていない。仙南市議会では、議長4回、副議長1回を務め、全国市議会議長会評議員。 大阪府市議会議長会副会長、南部市議会議長会会長なども歴任。また、大阪府民の森堀、り、ご地知指定管理者候補者選定委員会委員も務めた。2016年に引退し、自由民主党専南市支部支部長を務めた。2019年現在、新立公共有林や組合管理者、東小学校区地域安全協議会顧問などを務める。 教育や環境問題に造形が深く、2007年には小学校の特別講師として環境問題について授業をするなど講演活動を行っている。新立公共有利にや組合管理者、ありがとうございます。